勘違いしちゃう足立の気持ちめっちゃわかる。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は僕やば16話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回だったんですけども、山田がめちゃくちゃ攻めてましたね。もうこれは実質告白してたと言ってもね、過言ではないというかね、もう告白でしたね。うん。いやーすごい勇気出して告白したと思うんですけども、ほんとやばかったなー。マジで全部可愛かった。その一手二手じゃないんですよね。なんてもそれを繰り返してというか、怒涛の攻めでした。そんなね、山田の、ね、素晴らしくも可愛い攻めをね、一つずつね感想と解説語っていきたいと思うんですけども、まずねチロルチョコ将棋ですよね。これも可愛くもありね、キュンキュンしたやつだったんですけども、この山田がねチロルチョコで将棋をするっていうわけわかんないゲームを始めるわけですよね、市川と二人きり で、もちろんさ、市川もまたなんか山田わけわかんないこと始めたなーって思いつつも、こう付き合ってあげて遊んであげて、でルールわかんないわけよね。どうやったら勝ちなのか負けなのかもわかんないルールの中で、市川がこうやってる中で急に山田が参りましたって言ってさ、わざと負けてこうチョコを全部渡すんよね。うん、それがで山田は最初からチョコを渡したいがためにこれをやった、らチロルチョコ将棋をしてただけだったと思うから、その意味のない勝負をして、その口実、チョコを渡す口実を作りたかっただけだったんでね。そのゲームの中盤ぐらいにその手があったかっていうボケっていうかね、一言言ってたんだけど、それは今じゃないって言ってて、いつだよって思ってたんだけど、そのチョコ渡した時に今だよってさりげなくこううつむきながらつぶやいてるのがね、めちゃくちゃ可愛かったですね。その手があったかって市川に言ってほしかったんだろうけどさ、うん。まあなんとか、チョコを渡せたと。まあそれが義理なのか本命なのかわからないじまいで、でも市川としては一応チョコをもらえたなって、チョコだよなっていう、ちょっとまだ不安というかよくわかんない感じになってたんだよね。で山田もまあ一応渡せたなっていう多分安心感があったんだけど、ここでねモエピの神アシストですよね。チョコあげるだけで満足しちゃダメだよねって、やっぱ気持ちは言わなきゃ伝わんないよねって、伝わらなきゃ意味ないよねっていう一言を聞いて、またあ、もっと攻めなきゃいけないな、もっとちゃんと言わなきゃダメなんだな、分かりやすいようにしなきゃいけないなって多分次の作戦に出るんですけども、コンビニですね。次コンビニですよ。あのハート型のチョコマンのどこ、またここも良かったですね。山田がまあコンビニ2人でね、市川と帰ってあのコンビニであのチョコマン食べるんですけども、じゃあ市川どんなあのチョコもらえたら本命だって思えるのって、うん、市川はここでちょっと欲しがったというかね、ちゃんと言わないと分かんないかなって言うんだよね。まあ、ちゃんと言って欲しかったっていう気持ちがあったと思うんだよね。さっきチロルチョコもらって、あのチョコが何なのか、義理なのか本命なのか、どういう意図なのか、山田のいつもの気候なのかな、それとも本気で俺のことは好きなのかな、まさかなみたいな多分思ってて、その一言が欲しかった、ちゃんと言って欲しかったからその言葉を言ったんだけど、でもすぐ訂正して、訂正というかもう一言加えて、いやハート型なら勘違いするかもねって言ったんだよね。でその時にちょうどハート型のねチョコマンを食べてたもんだからさ、市川にそれをあげるって言って渡すんだよね。ここがさ、すぐこのすぐ実行するのも山田の可愛いところでさ、これあげるって言ってさ、ちょっとほっぺにチョコがつくんだよね。ついて、つけたのかもしんないんだけど、わざと後々のこの行動を考えるとね、そのつけて、で顔をね、もうほんとめちゃくちゃ近づけてさ、もうキス顔じゃん、キス顔の距離と顔で近づけて、あチョコついてるよとか言いつつ、指でその市川のほっぺについたチョコをさ、こねくり回してさ、ハート型にしてんだよね。めちゃくちゃ可愛くない？ハート型のチョコマンをあげつつも、ついてトップについたチョコでハートをさりげなくやってんのよね。でも多分それ市川気づいてないんだよね、ハート型になってることに。うん、この山田が気づいてほしいっていう気持ち、うん、言いたいけど言い出せなくて、でも気づいてほしい、気づいてちょうだいっていう気持ち、言わなくても分かってくれよっていう気持ちとさ、言ってくれなきゃ確信持てない、言ってくれよっていうさ、二人のこのなんだろうな、バチバチになってる感じ。うん、でその後さ、この指でいじったからさ、チョコつくじゃん。そのチョコをペロって舐めて、バイバイって言って去ってくんよ、山田が。いやー、えぐい。いや、
本当に破壊力がエグすぎるんだよな。もうこの時点でもう最高だったって思うんですけども、ここで終わんないんだよね。またね、市川がねここでまた男見せてさ、山田をその後追っかけてコンビニでねちゃんとチョコを買って山田に渡すんよね。しかもそのチョコがメルティエキスっていうさ、ちょっと甘いような甘い言葉のようなね、それっぽいアピールをしたチョコだったんだよね。うん、その山田が教室で今日は男の子だよって言って、の市川の机に乗ったモエピーからの義理チョコを、まあ、食べるとこがあったんだけどさ、これもちょっと可愛かったよね。その市川に義理チョコであろうと誰からももらって欲しくなかった山田が、そのいや今日は男の子だからっていう言い訳でチョコを食べたんだけどさ、うん、それでそのことを思い出して市川は今日は男子だってそう言ってただろうって言って、山田に逆にね、逆バレンタインデーチョコを渡すんだよね、ちゃんと市川から、うん、でそこでさらに山田の返しがね最高だったんだけど、夜急に市川の家に来るんだよね。犬の散歩でちょっとみたいな感じで理由を言い訳をしつつ、あの市川を夜呼び出して2人で公園に行くわけですよね。山田チョコ渡せずじまいだったから、こうチョコ渡しに来てるんだけどさ、こうなかなか言い出せずにさ、世間話を挟みつつもさ、こうちょっと緊張して足バタバタさせたり、こう手をこうグーパーグーパーさせたりさ、こうタイミングかかってる山田もまた可愛くて、でやっと本題を切り出して、まあ、チョコ今日もらったとか、どうみたいな言われてる時にさ、ギチカーがさ、ここそこでさ、山田はじゃああげたのみたいな聞いた時に、いやギリチョコあげないようにしたしって言ってくれて、その市川さもらってんだよね、山田からね、チョコ2回ももらってて、それがギリチョコじゃないってこうハッとした時にチョコを渡すんだよね。手作りのチョコをやっと渡せたんだよね、山田が。でそこにスって書いてあんのよ。もう完全に好きの巣じゃんこれさ。だってその前回の話でギリチョコを市川に試食されたんだけど、その時はチョコにギって書いてあったんだよね。だからそれはもうギリチョコって分かってるから、そのギがさギリチョコだったらさ、巣って書いてあるのもう好きじゃん、好きの巣じゃん。でそこがもう分かってて、そのチョコをさ半分こして、なんで半分こしたんだろうってこの時は思ったんだけどさ、半分こして渡して、その後に勘違いしてもいいよっていう、もうその照れながら言ってる感じとか、もうさ告白じゃんこれさ。もうこれでもう気づかなかったらもうバカだし、ここで返さなかったら本当男じゃないからさ、市川はもうやるときやる男だから、うん、大丈夫だと思うんですけども、それでこう山田泣き出すんよね。どうしたんだろうと思ったら、そうなかなかうまくできなくてって言って、そうちょっと不安だったんだよね。不安だったんだけど勇気出して渡して、でその不安が溢れ出したのか、そのほっとしたのか、その市川にさすぐその後もう一回してって手をこう差し伸べるんだよね。そこで市川が山田を抱きしめるっていうさ、いやーたまんないよね。ここで良かったのが、市川がそのわからないふりとかとぼけないですぐ山田を抱きしめたところ、こういうところなんだよ。市川がさ毎回こう見せてくれる男気のあるところというか、うん、いやー偉い、本当にそこがマジで偉いなと思って。でその後ね、山田と別れて家に帰った市川なんですけど、そこで山田がなぜチョコを半分こしたのかがわかるんですよね。その好きっていう書いてあるチョコを半分こしたら、その巣の残ってる半分がハートになってるんすよ。これマジで天才すぎる、マジで。山田ほんと可愛すぎないか、これ。そう、巣を半分こにしたらハートになるっていうさ、市川がどんなチョコがいい、どんなチョコなら本命だと思うっていう問いかけに対してさ、ハートがあったら勘違いするかもっていうさ、それも取り入れてんだよね。だからどっちもなんだよ。その、形でもハートって表してるし、言葉でも勘違いしてもいいよってもう市川に投げかけてるんですよね。最高でした。まあこの後ね、ホワイトデーのお返しもあると思うんですけども、そこでね、市川がちゃんと男見せて、告白の返事をね、してくれるんじゃないかなと期待しております。まあそんな感じの、僕やば第16話でございました。このチャンネルではこういったアニメの動画毎週更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。